自分のサメ話。彼と私で年収差が50万くらいだったから、デート代は割り勘だった。同棲の話が出た時、家賃生活費は折半だけど、光熱費は俺が払うよ。と言ってくれたから、いいよ、悪いよ。と言ったけど内心優しい。と思って喜んでた。そしたら彼が続けざまに、その代わり家事は、君が全部やってね。君ができないとき手伝うよと言われ一瞬で冷めた。苛立ちながら、ちゃんと払うよ。その代わり家事はきっちり半分ねと言ったら、どうしても光熱費払うから家事やれと譲らなかった。たかが数万で家政婦扱いかよ。と思ったし、他の要因もあり別れたが、女友達の家は生活費ほぼ折半なのに、女性が、すべて家事やっててると聞いて、彼からしたら理不尽さめかもと、今更ながら思ったが別れてよかったと思ってる。